アトランティス・スペース・シャトルアトランティスは NASA スペース・シャトルを構成する王冠線モジュールイコールスペース・シャトルオービターとして敬語隻建造された姉妹船の4番船である。船名アトランティスは1931年から1964年までウッズホール海洋研究所で使用された調査船に由来する。1985年10月3日に STS-51J にて初飛行を行った。2011年7月8日から7月21日までの STS-135 が最終飛行でスペースシャトル計画における最後の飛行ともなった。1995年にはロシアの宇宙ステーションミールの修理のために米ロの宇宙船が1975年以来初めてドッキングした。 改良により、実用シャトル発売船、コロンビアよりも3トン軽量化され、建造期間も短縮されている。事故で失われた、チャレンジャーと共に、日本人宇宙飛行士が登場することなく退役した。2011年に最後の飛行を終えて退役した。その後は、ケネディ宇宙センターの組み立て棟に保管されていたが、2012年11月に展示施設に輸送された。 2013年7月より一般公開されている。この他に模型のパスファインダーも大びたとしてカウントされることがある。事故を起こした STS-51L に日系アメリカ人宇宙飛行士のエリソン・オニズが飛行士が登場していた STS-131 において山崎直子が日本人宇宙飛行士として初めてアトランティスに登場する予定であったが ディスカバリーに変更された。また、STS-114 において、野口総一がアトランティスに登場する予定であったが、コロンビア号空中分解事故の影響で、ミッションが延期され、機体もディスカバリーに変更された。日系アメリカ人宇宙飛行士のダニエル・ m 谷タニ飛行士が、STS-122 で飛行している、退液シャトルの 終わりの住みか4ヶ所発表初飛行30周年。朝日 com. .com。http://www.assahi.com コロンススラッシュスラッシュサイエンススラッシュアップデートスラッシュ0413スラッシュ tky201104130082 と html2011 年7月12日閲覧。最後のシャトル、アトランティスを輸送フロリダ州で。 来年展示 MSN 産経ニュースありがとうございます。